神宮皇大神宮の拙者。内宮の拙者27社のうち、第23位である。スバルに由来する神を祭り、この地域で星を利用した占いが行われていたことが、伺える。賛道の石段三重県渡来郡玉城町、上田辺和座町、久田2466に鎮座する。玉城町にある13の内宮切末社のうちの一社で、ある。 地域で、杉の森と呼ばれる丘の上に鎮座し、88段ある、石段を登ったところに社殿がある。伊勢神宮では、社名の読みを、杉原としているが、演技式神明町の社本によっては、追い原と訓読するものがある。社地の面積は一丁七段にせ六歩。社殿は、神明づくりの板吹きである。玉垣と鳥居を備える。古代の社地は三丁四方。 長さ六尺、広さ四尺、高さ七尺の社殿を二つ有した。社地は、朝、久田古墳群と呼ばれる古墳群があり、小規模ではあるが、円墳十基、方墳十四期が見つかっている。祭人は、天守坊止命三玉と、お前神、鎮座地周辺の丘陵の守護神である。天守坊止命三玉の名はスバルに由来し、星を利用した濃厚の吉祥を占っていたものと、 考えられる。玉城町内にある京殿、国小神社にも祀られている早川比古いのちと早、川日女命は、天守ば止命御玉の子である。また天守ば止命の子、長口目命は高神社に祀られている。身体はない。玉城町内に鎮座する、節末社の中では最も歴史の浅い神社であり、荒木田氏が周辺を開拓した後の奈良時代に、創建された。 当時は、暴言神社の前に、午前神社が建てられていた。戦国時代には廃絶し、漢文3年9月8日に、坂手国将神社と共に、壁忠し町以下の神職らが遷宮を行って、再興された。再興の際に、午前神社は、暴言神社に統合された。復興にあたっては、社地が不明になっていたため、相当の苦労があったという。 1918年8月に建て替えられた。三節祭、記念祭、新滑祭、り、臨時方平祭の際には新職らが社頭で祭祀を取り行う。社地の南側には水田が広がる。天気が良ければ、西方に伊勢三山が望める。ありがとうございます。